アラバ県ビトリア出身のサッカー選手。ポジションは FW。スペイン代表。バスク地方のアラバ県、ビトリアに生まれた。同じく、バスク地方のギプスコア県にあるレアルソシエダの、下部組織で育ち、1980年2月3日のアスレティックビルバオ戦でプリメイラディビシオンデビューした。1980から81シーズンには、 リーグ初得点を含む7得点を挙げ、クラブは初のリーグ優勝を果たした。この黄金期のレアルソシエダには、キーパーに、ルイス・アルコナダ、ディフェンダーに、アルベルト・ゴリス、ミッドフィールダーに、ペリコ、アロンソ、ホワードにヘッ、ヘスマリア・サトルステギなどがいた。1981から82シーズンには、チームトップの14得点を挙げ、クラブはリーグに連覇を達成した。 1982から83シーズンは、スーペルコパでエスパーニャで優勝し、リーグ戦では10得点を挙げた。1985から86シーズンには、自身4度目の2桁得点を挙げ、レアル・ソシエダでは、リーグ戦、通算62得点を記録している。1986から87シーズンは1、シーズンだけアトレティコ・マドリードに在籍し、 フリオ・サリーナスとロベルト・マリーナに次いでチーム3位の8得点を挙げた。1987年にはレアル・ソシエダのライバルクラブであるアスレティック・ビルバを2位席。1987から88シーズンには自身最多チームトップの15得点を挙げた。1988から89シーズンもチームトップの13得点を挙げた。1989から90シーズンは 出場機会が減少し、チームトップ隊ではあるが6得点に終わった。1990年には、セーグンダ・ディビシオンのデポルティーボ・ラ・コルーニャに移籍し、1990から91シーズンには15得点を挙げて、プリメーラ・ディビシオン昇格に貢献した。1991から92シーズンには8得点を記録しており、デポルティーボは17位で、プリメーラ残留を果たしている。 2シーズンでリーグ戦23得点を記録した後、34歳だった1992年に現役引退した。プリメーラディビションでは5クラブで計369試合に出場して127得点を挙げた。ウラルデとの入れ替わりでジョゼロベルトガマデオリベーラやマウロシルバなどが加入しており、1990年代半ば以降のデポルティーボはスーペルデポルと呼ばれる。 黄金期を経験することとなる。1982年4月28日、バレンシアで行われたスイス代表との親善試合で、スペイン代表デビューした。母国で開催された 1982FIFA ワールドカップのメンバー入りも果たし、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われた、グループリーグ第2戦のイングランド代表戦に23分間、出場した。ありがとうございます。